はい、こんにちは。8月の28日水曜日の日替わり竹部でございます。さて今回の日替わり竹部でございますけども、実は前回に60分足アウトを使ってドル円の下値焦点というのをちょっとご案内させていただきましたが、今回はですねちょっとこちらをご覧になっていただいて、でこの左側に持っておりますのはフィボナッチリトレースメントのコンパスでございます。で右側に持っておりますのは、これは、シリアを終焉の地図ということで、ちょっと地政学的なリスクも含めて、米国そして、英国フランスが、共同作戦を取るのではないかというふうにして報じられておりますが、これすぐ上には、ギリシャであって、失礼、これはトルコであったりとか、ちょっとこの水色が青でございますのでね、ちょっとご理解していただければと思います。トルコであったりギリシャであったり、この辺がイタリア、フランス、ちょっと見えてませんがスペインというところで、オリンピックの開催地の候補もちょっとそれぞれ地政学的なリスクが、ちょっと取り込まれるのかなというふうにして考えておりますが、さて今回でございますけど、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。にわか軍事評論家のドル円シリア対応案、本日でございます。午前中に東京 MX テレビさんの東京マーケットワイド、そして午後には日経 CNBC さんのアクロスターマーケットに出させていただきました。でそちらの方で申し上げたんですが、やはりちょっとシリア動向というところではにわか軍事評論家というには非常に、それも拙いような状況でございますが、ざっくりとでも感覚的なものは、終焉の軍事リスクというのは認識しておかなくちゃいけないのかなというふうにして考えました。そういった意味ではギリシャやトルコ、こういったところには米英仏の軍事的な移動、大きな集積移動がないよというような報道がございますが、シリア終焉のに向けては米国英国の艦籍、そしてフランスの航空母艦と8隻を超えるような形で、集結しているというような報道がございます。でそれと合わせてちょっと考えなくてはいけないのかなと思いますのは、10月の中旬にかけては米国の債務上限が迫ってますということが米国の財務長官から発せられている状況の中で、財政悪化の懸念というのが当然取り沙汰されているわけでございますが、7月に実は議会証言がございまして、デンプシー統合参謀本部長が、シリア上空の、警戒パトロールすると、毎月大体10億ドル分ぐらいのコストがかかると、要は1000億ぐらいかかりますよというような議会証言がございました。さてじゃあ今後はこの予算がない中で、どういったことがなされるのか、約1000億円というところで、これをですねちょっと不適切な発言になるかもしれませんが、トマホーク巡航ミサイルを使った場合は1機というか一発という言い方なんでしょうかね、大体 1,2 億円というふうにして言われておりますので、短時間で割る可能性が高いんじゃないかというような見方、こういったものがございますというふうにしてそれぞれの番組で申し上げました。そういった状況の中では改めてですが、ドル円日米のそれぞれのファンダメンタルズに回帰していくのではないかなというふうにして、遂行しましたので、今回、冒頭にお見せしました、フィボナッチリトレースメントのコンパスでちょっと考えた場合、99円の155から下がって96円の82、本日のアルジャジーラでシリアはすでに攻撃を受けているというような報道があっての下押しがございましたが、結局は97円台の前半、これは前回の日替わり竹部でもこの辺が焦点ですというふうに申し上げましたが、ここが硬いと恣意的な形になるかもしれませんが、下がらせないぞというような意思があるのならば、ここから戻しをある程度期待してもいいんじゃないかなというところでの対応案をざっくりとでございますけれども、ご案内させていただいた次第でございます。継続してシリア情勢もちろんでございますけど、不透明感強まる中ではリスク管理を十分ですねご留意していただいて、ドル円相場お取り組みしていただければと思います。以上8月の28日水曜日の日替わり竹部でございました。